多彩な才能を持つスーパーヒューマンしおりさんが三重県の稲部警察署の一日警察署長に任命されましたしおりさんは修理代金の支払いで詐欺被害に遭った体験を交えながら お金やカードを渡すときは、しっかり確認してくださいと注意を呼びかけました。稲部警察署管内では特殊詐欺や自転車等などが増えていて、防犯活動を通して安心・安全なまちづくりをしていきたいとしています。